客様にご案内いたします。プール前の席は排水が高いことがありますので、あらかじめご了承ください。それではお待たせいたしました。イルカパフォーマンスの始まりです。最後までごゆっくりお楽しみください。クジラやシャチ、イルカはね、お母さんのお腹から生まれてくる僕たち人間と同じ哺乳類なんだ。イルカはなんと80種類以上もいて、暖かい地域から寒い地域まで世界中の海にいるよ。物の形を見分けたり、チームワークで餌を取ったり、イルカは優れた知性や能力を持っていて、それを子供に伝えていくんだよ。そしてここ名古屋港水族館では、たくさんの命が生まれているんだ。飼育や観察をすることで、今まで不思議だった海の生き物のことがどんどん分かってきたんだよ。それを知ることは、きれいな海はもちろん地球の環境を守ることに役立つんだ。みんながこの地球で安心して暮らしていけるよう、海のこと、地球のことを知って考えることが大切だね。それではこちらの映像をご覧ください。
トレーナーの相手でイルカが出発しました。ぐんぐんと助走を取ってジャンプが決まりましたね。そしてジャンプがかっこよく決まったところで私たちはこの笛を吹きます。この笛はトレーニングには必ずと言っていいほど大切なアイテムなんですよね。はい、そうなんです。これはトレーニングの必需品。この笛の音が鳴るとイルカたちはご褒美の餌がもらえるということを分かっているので、今の動きで OK だったよ、上手だったねと伝えることができるんです。こちらの気持ちを伝える役割を担っているのがこの笛ということなんですよね。はい、そうなんです。それでは次は実際に今のような種目がどのように完成していくのか、今回は分かりやすく握手という種目を例に実際にこちらのステージで再現をしていこうと思います。それでは代表のイルカにこちらのステージへ来てもらいますね。はい、お願いします。では今から行う握手という種目ですが、トレーナーの手のところにイルカが胸びれを持ってくる手脇のことといいます。トレーニングの最初の頃に教える種目なんですが、どのように完成をしていくのか皆さんも想像しながらご覧ください。さあ、こちらに元2頭のイルカが来てくれています。では1頭のイルカには奥のステージに戻ってもらいます。さあ、それではこちらに来ているイルカを紹介してもらいましょう。それではご紹介します。今回協力してくれるのはメスのバンドウイルカで名前をセナと言います。皆さんよろしくお願いします。セナです、よろしくお願いします。それでは握手のトレーニング第1段階に移っていこうと思います。第1段階は一瞬で終わってしまうので皆さんよく見ていてくださいね。では行きますよ。せーの。はい、以上です。皆さん、分かりましたか？あっという間すぎてちょっと分からなかったと思うので、トレーナーもう少し詳しく説明をお願いします。はい、分かりました。いきなりセナに握手をしようよと手を出しても、セナには私たちの言葉が通じないので何をしたらいいのか分かりません。そこでまずはトレーナーである私の方からセナの胸びれを直接触りに行きました。そして私の手とセナの胸びれが触れている瞬間に、先ほどご紹介したこの笛を吹いてご褒美の餌を与えるというトレーニングを行っていたんです。まずはセナにトレーナーの手に胸びれを当てていれば OK だよということを伝えたわけですね。ではトレーニングの続きを見ていきましょう。はい、今度は私が出す手の高さを今よりももう少しだけ上げてみます。皆さんはセナの動きに注目してみてくださいね。それではいきますよ。せーの。はい、皆さん分かりましたか？セナの方からトレーナーの手にタッチしに行きましたね。次ももう少しだけ私が出す手の高さを上げてみようと思います。しますよ。せーの。はい、さらに高さが上がってもセナはしっかりとタッチできました。このように私が出す手の高さをだんだん上げていくことで握手という種目は完成していきます。それでは最後に握手の完成形に挑戦したいと思います。セナが私とうまく握手をすることができたら、皆さん大きな拍手をお願いしますね。それではいきます。せーの。はい、握手の完成です。セナがあんなに高いところまで上がってくることができました。このように少しずつ段階を踏んでトレーニングを行っていくんですよね。はい、そうなんです。それでは今回協力してくれたセナにはあちらのステージに戻ってもらい、またこの後活躍をしてもらいましょう。セナありがとう、この後も頑張ってね。いや、それにしてもトレーナ
トレーニングって勉強のように毎日コツコツと続けなければいけないので結構大変ですよね。はい、本当に大変なんです。ですがこのトレーニングを行うということはイルカたちにとっては頭の体操にもなりますし、言葉が通じない私たちトレーナーとイルカたちとでコミュニケーションを取るという点においても非常に役立っているんですよ。この後のパフォーマンスでは普段のトレーニングで完成させたいろいろな種目に挑戦していきますので、ぜひ楽しみにしておいてください。そしてこの後イルカたちが飛び出す位置も奥にいるトレーナーがあのように左正面右と示していますので、ぜひ参考にしてみてくださいね。それではお待たせいたしました。最後までごゆっくりとお楽しみください。
多くの生き物を飼育し、観察をすることによって、今まで知られていなかった海の生き物のことが少しずつ分かってきました。これらを知ることは、きれいな海はもちろん、地球の環境を守ることにつながります。みんながこの地球で安心して暮らしていけるよう、海のこと、地球のことを理解し、考えていきましょう。ゆかパフォーマンスをご覧いただき、誠にありがとうございました。